ニュースポストセブンです。新しい風を呼ぶ一品になりそうです。坂口健二さんが焙煎するコーヒー豆が8月末に千葉県九十九里町のふるさと納税の返礼品に選出されていたことが分かりました。今から5年前無期限で芸能活動を休止することを発表し表舞台から姿を消していた坂口さん、セカンドキャリアとして選んだのがコーヒー焙煎師としての道でした。有名バリスタに教わりオリジナルブランドザ・ライジングサンコーヒーを立ち上げ、今では東京、千葉、横浜に3店舗のコーヒーショップをオープンしているそうです。ニュースポストセブン。